こんにちは、ポコチンです。今日はですね、稼げないマジシャンの特徴3選ということでお話していきたいと思います。ここで言う稼ぐっていうのは、主にバーマジシャンとか営業マジシャンのことを指します。その他については、まあ共通しているところは多いと思いますけれども、ちょっと違うので、そこら辺をまずご理解した上で聞いていただければと思います。主に、まあ、接客が伴うよねっていうパターンでの稼げないっていうことでございます。まず、一つ目ですね。これ重要な順番に書いてあります。陰キャ。まあ、陰キャは稼げません。もう、陰キャに誰か依頼しようと思います。楽しい場に陰キャ呼ばないでしょ。で、これマジシャンには陰キャしかほとんどいません。これなぜかっていうと、陽キャもマジックやります。ただ、陽キャの方は他にも楽しいことがいっぱいあるんで、途中でマジックを挫折してしまうんで、基本的に、職業マジシャンぐらいまで行く奴らは、大体陰キャか、陰キャの要素を備えてないとそこまでたどり着けない。です。うまいやつは大体陰キャになります。で、これ、陰キャが稼げないんじゃなくて、陰キャに見えるやつが稼げないであって、別に陰キャでも稼げます。で、陰キャでも大成功する、こう、ジャンルはありますので、後ほど説明します。これ、陰キャっていうのは何かって、まあ結構、抽象的だと思うんですけれども、まあ暗そうなやつじゃないですか。全然面白くなさそうなやつ。一緒にいたくないでしょ、そんなやつ。そのパーティーで大体マジシャン呼ぶわけで。ね、そんな暗いやつ嫌だよね。まあここに、まあなんとなく、まあそれから連想されるものを書いたんですけれども、まあ清潔感とか、まあまあ前髪長いとか、あとクールを気取ってる。これも、クール、一見いいように見えて、これ、まあ、陰キャの特徴ですね。まあ、中二病みたいなやつでございます。まず、もう、すべてにおいて、マジックで一番大切なこと、営業マジックでのもう極意は、もう、清潔感。これだけです。要は、マジックが上手かろうか、下手だろうが、まあ、多少、まあ、下手って思われるのはちょっとダメだと思います。僕ぐらい最低できるようになれば、まず下手と思われることはないですし、まあ、僕ぐらいになって、もし清潔感がついたら、もう全然問題なく稼げるマジシャンになります。で、この清潔感、これね、僕みたいなこれ、髭剃ってないとかね、髪の毛ボサボサとか、もうこれ論外ですから、ちゃんと営業に行くときとか、基本的に職業マジシャンだったら、普段から綺麗にしといた方がいいと思います。最近僕も髭脱毛に行き始めたんですけれど、その感じで清潔感めちゃめちゃ重要になってきます。要は不潔なやつがどんだけすごいことやったってね、うわーなんか別に驚くっていうか、なんかもうこいつ気持ち悪いなってなっちゃうんで、まあ、とにかく清潔感大事です。これもう身だしなみ、とにかくサイズが合わないようなスーツを着てるとか、もう靴がボロボロとか、まあね、スーツもなんかそのスーツチョイスするみたいなスーツ着てるやついるから、スーツもなるべく、まあ、パーティーとかに行っても問題ないようなスーツを選んだりしてください。まあ他もね、清潔感も常識的なこと、もうなんか、その、スーツにフケが落ちまくってるだとか、あと口臭、ブレスケアしてないだとか、もうね、体臭とか、もう香水とかつけすぎとかも良くないんで、まあそこの清潔感、もう結局のところこれが一番大事です。マジックの技術なんかよりこっちの方がはるかに大事なんで、清潔感にまず気をつけてないマジシャンは絶対に稼げません。もうこれ断言できます。前髪もね、前髪って書いてあるんだけど、長すぎるとやっぱ暗い印象になるんで、まあ僕は上げた方がいいんじゃないかなって僕は思うんだけど、まあそれはその人に合った、ね、髪型っていうのはあると思いますので、前髪も長すぎるやつはとにかく陰キャに見えちゃうから、前髪伸びたら、ね、切るか上げましょうってことですね。で、このクールってところも、なんか一見クール気取って、マジックどうですかみたいな感じで、なんか絡みづらい。絡みづらい。格好つけ方は間違ってる、陰キャはね。まだ、こう、パーティーピーポーやったことないから、その格好つけ方を知らない。基本的にこう、黙ってるのがかっこいいみたいなのないから、特にマジシャンで黙ってたら、ちょっと絡みづらいから。そこはもうしっかり明るく、クールじゃなくて、クールで行くよりは、まあもうちょっとね、喋ったりするタイプを意識してください。はい、次ですね。つまんないブスってこれ、今の時代ね、見た目のことはあまり言いたくないんですけれども、まあでもしょうがないじゃないですか。やっぱ見た目を売る商売でもあるので、やっぱり見た目は重要になってきてしまいます。で、ここ、つまんないブスっていうのが重要で、ブスは全然関係ないです。
別にブスだって稼げるマジシャン、稼いでるマジシャンいっぱいいますよね。だけどここにつまんないがついちゃうともう最低になっちゃいます。これね、つまんないイケメン、つまんない美女だったらもう嫌だけどギリギリこう需要があるんですよ。イケメン呼びたい、美女呼びたいとか、例えばテレビで、まあ、つまんないイケメンとかつまんない美女連れてきた場合、周りが面白いから、まあ、そいつの見た目がいいだけで面白くしてくれるんで、一定の需要があるんだけど、つまんないブスにはどこにも需要がないので、ここを、まあ、なるべくブスをイケメンになるようにする努力はもちろん必須なんだけど、これとはいえね、全部を整形しろというわけにもいかないじゃないですか。なんで、ここ、面白いブスにしてください。もう、面白いに全振りしてください、ブスの方はね。そしたら営業マジックで稼げるようになります。もう、面白いブスしか生きる道がありません。で、ここも面白いはコメディマジックなんだけど、コメディマジックは結構僕は逃げとかって言っちゃったりもするときあるんだけど、まあ、コメディマジックに全振りするっていうよりはもう面白そう、例えばもう見た目がちょっと派手でなんかちょっと喋りかけてみたいなっていう雰囲気、興味を持つなっていう雰囲気、もうファッションとかも非常に重要になってきます。面白そうなファッション、もう暗い格好したもうブスとかで、もう前髪とか長かったら最悪じゃないですか。なんでブスの場合は面白そうなブスに頑張ってなってください。別にコメディマジックをやれって言ってるわけじゃなくて、もうトークをもう徹底的に極める、もう徹底的にいじられてもいいっていうところをもう理解して、マジシャンはもう芸人なんだから、もうお笑い芸人でどんだけ皆さんすげえいじられるじゃないですか、もうどんだけいじられてもいいんだ、むしろいじってくれみたいな格好するぐらいのもうなんか心持ちでいくと、ブスでもめちゃめちゃ稼げます。はい、じゃあ最後ね、こちら鼻につくイケメン、これね、マジックっていうところが大きなね、こういう要素です。マジックってブスがイケメンに見えてしまいがちなんですよ。別にイケメンじゃなくてもね、要はこう自分日常では考えられないような奇跡が起こるんで、この人すごいってなるじゃないですか。で、この人すごいってなった時の、これ客層なんですけど、客層がじゃあカップルだとします。カップルで女性の方がときめいちゃってる。やばくない?みたいな。そうすると彼氏どういう気持ちになるかっていうと、これイケメンだと、なんかちょっとね、イラッとするんですよ。そもそも。あ、なんなのこいつ。だって自分の女が、その男になんかちょっと夢中に、その瞬間は夢中になってるんで、まあ、いい気分になる男性ってのはそんなに多くない。で、そこで鼻についちゃったら終わり。すごーいとか言った後に、ああ、まあね、みたいな感じの、ね、ガチイケメンで、なんかもう、ジャニーズかよ。お前、ジャニーズぶってんのかみたいなやつは、本当に男から嫌われちゃうんで、まあ、テレビとかでもね、こう、鼻につくイケメンって言ったら、あの人みたいなね、いると思いますけれども、イケメン、マジックやっちゃったらイケメンになっちゃいます。イケメンになっちゃうと、男から嫌われます。で、仕事来るのは大体男です。男の気分を悪くするのは良くない。で、鼻につくイケメンが昔動画でも出したように、女性を触ったりするのも最悪だからね。カップルで、女性の手をこう、ベタベタ、手伝いを女性メインにして、ベタベタ触るなんてもう最悪なんで、もう鼻、イケメンだったらもうゲイキャラとかにやってくれ。ゲイのキャラクターですね。男性の方に向けて、あ、綺麗なお手手ですね、とか、可愛い顔してるね、みたいな感じで、なるべくその男性が不愉快にならないっていうことを、まあ、自分がイケメンだと自覚している方は、なるべく意識してください。そこの、その男性が不愉快にならないっていうところが重要です。マジシャンはイケメンに見えがちっていうことを気をつけておくと、まあだからこう自分を落とすってことですね。要は、ね、イケメン、女の子がイケメンイケメンとか言っても、なんかちょっと今パッと思いつかないけど、なんかね、自分を落とすようなギャグとか、すげえなんかたらしだみたいな発言だとか、すげえ気色悪いこと言うとか、なんかまああんまり気色悪いこと言いすぎると良くないと思うけど、自分を落とすようなこう鼻につかないように、やるのがいいと思います。で、それぞれのジャンルでこれ陰キャはなんか稼ぐ方法まあ一個あって、陰キャで成功してる人ってまあ
クリエイターには多いかな。クリエイターのような感じで稼ぐんだったら、陰キャ気質で、別に俺は表に出ないようだけどマジック大好きだから突き詰めていきたいよって方は、もう営業は捨てて、クリエイターだったりとか、まあなんか本を書くとかね、まあなんかそういった感じでやってください。ツイッターとかでさ、よく陰キャ見かけません？これ陰キャの特徴で、大体ね、撮影のこう背景がくっちゃくちゃとかってなってると、まあその辺もね、ああ、こいつちょっとダメだな、みたいな。撮影トータルですから、マジックっていうのは、そのトータル、見た目もあるし、技術もあるし、話術も、なんかこの清潔感も、すべてをトータルしてるものがマジックっていうね、芸能なんで、そこら辺を意識してみてください。まずは、テクニック極めよう。ある程度テクニックができるようになったら、まあこの辺を意識しながら、まあ自分に合ったキャラクターだとか、服装だとかを考えてみてはいかがでしょうか。というわけで、バイバイ。